はい、どうもスタッフ健太です。スタッフ健太の自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日の話はですね、ツールド沖縄2024年へ向けての機材チェックということで、レース1週間前になりましたので、今回のレースで使用するですねバイクをチェックしていきたいと思います。本題の前に、お知らせとですね、ちょっとセール品のご案内をさせていただきたいなと思っておりまして、一つ目がですね、来週末あたりのお店の営業日、営業時間の方がですね、ちょっと変更になります。まあ、私がちょっとツールド沖縄行く関係でね、変更になっております。で、今の段階でですね、ちょっとご来店のご予約をいただいておりますお客様もいらっしゃるかなと思いますので、11月ですね、8日金曜日から11月11日の月曜日までの、営業日、営業時間の方がですね、ちょっとまだ確定していないところもあったりなんかするんですけど、この4日間の日程に関しましては、当店のですね、これホームページだとか SNS などをですねチェックしていただいて、ご来店いただきたいなと思っております。ちょっとねお休みをさせていただく日にちもあるかなと思いますので、はい、大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどですねよろしくお願いいたします。お知らせ2つ目、今現在ですね、店長選手権の、2位記念セール開催中ということで、一応ですね11月7日の木曜日までこちらのですねセールを企画させていただいております。はい、店頭在庫分のですねパーツアクセサリーなど、まあお持ち帰りできるものに限ってしまうんですけど、それはですね20% オフ、カードペイペイは、10% オフになります。はい、でオンラインショップの方でもですねセール開催中でございまして、クーポンコードのですね入力で全商品 10% オフのセール期間となっております。クーポンコードこれね、こちらのクーポンコードを必ず入力していただいて、10% オフの、クーポンゲットしてみてください。で、オンラインショップのですね商品に関しては一応ですねこれさらにセール品を追加させていただいております。で今回ですねウェアのセール品となっておりまして、クーポンコードを入力することによりですね だいたいまあ 50% オフ、半額にですね近い価格にて購入できるようになっております。まあ一つ目、パール泉のこちらのウェアですね、かっこいいスピードベーシックジャージなどはですね定価 17,380円、税込み価格なんですけど、40% オフの、14,280円となっておりまして、このですね価格からさらにクーポンコードを入力していただきますと 10% オフのですね、9,385円となっております。はい、まあ、約半額に近いかなという金額ですね。まあ、最上級グレードのですねウェアなので、もともとですね価格設定がちょっと高くなっているんですけど、ウェアのですね質感すごい良いので、一度着ていただきたいジャージとなっております。でサイズはですねこれ ML サイズの2つだけ、M と L サイズですね。はい、適正身長はまあこんな感じになっておりますのでチェックしてみてください。ちなみにですね、こちらのジャージ、店頭販売の場合、現金でのお支払いでですね、ジャスト 50% オフ、8690円税込み価格となっておりますので、お近くの方はですね、ぜひご来店お待ちしております。はい。そして、もう一つですね、イタリアンメーカーのドットアウトというメーカーのウェアでございまして、こちらもですね、ジャージ、レースパンツ、ウィンドブレーカーかな、ご用意させていただいております。で価格はですね、それぞれまあこんな感じ、まあ、になっておりまして、まあおおよそですね半額に近い価格設定となっているかなと思います。はい、ドットアウトのですねウェアすごいウェアのね質感も良くて、まあ高級ウェア
まあ、かっこいいウェアをですね、お買い得な価格で着ていただきたいと思って、値下げさせていただいております。まあ、ちょうど時期的にもですね、これウィンドブレーカー持ってない方にはおすすめかなと思います。ちょっと暑くなってきたらね、小さく畳んでジャージのポケットの中にも入りますし、アップダウンのある、まあ、ロングライドコースとかにはですね、まあ、下り区間ちょっとね汗かいて寒いっていう時もあるかもしれないんで、まあ、そういう時にはおすすめです。はい、でこちらのウェアの方もクーポンコードを入力させてしていただくと、11月7日木曜日まではですね、10% オフでお買い得な価格で購入できますので、よろしくお願いいたします。こちらのドットアウトのですね、ウェア関係も店頭販売可能でございますので、ご来店お待ちしております。はい、少しね沖縄前の準備でバタバタしておりまして、商品発送の方がですね遅くなる可能性もあったりなんかします。まあ、ギリギリ11月7日の出発前日ですね、発送の可能性が高いかなと思っております。はい、まあ、なんとかですねギリギリ来週末までにはですね、届くようにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、さて、前置きは長くなりましたが、ツールド沖縄で使用する機材チェックということで、今回ですねこちらのバイクで参戦します。ドン、ジャイアントの新型 TCR アドバンスドプロでございます。こちらでございます。まあ、ちょっとねカラーリングは真っ黒でなんだかよくわからないバイクなんですけど、新型の TCR ですね。はい、フレームセットから組み立てさせていただいておりまして、7月8月くらいからですねこのバイクに乗り始めました。まあ、ちょうどですね3ヶ月ぐらい経ったんですけど、まあ、正直なところですねバッチリとポジションが出たのは、まあ、この10月の初旬から中旬ぐらいかな。まあ、以前乗ってたポジションからですね、これサドルが2センチも上がって、ステムもですねこれ20ミリ伸ばしています。はい、まあ、なんとなくですねこれ自分の中で8月とか9月ぐらいはですねちょっと不調が続いておりまして、まあ、気分を変えるためにですね9月の末あたりからポジションをですねガラリとちょっとね見直してみたり、まあ、大きく変化をねつけてみて、これペダリングだとかフォームをですね鏡越しでチェックしてみたりなんかして、まあ、今のポジションにたどり着きました。はい、まあフレームメーカーとかがですねフレームメーカーだとか車種がね変わるとペダリングのやり方だとか、またフォームもですねこれ変化する場合が多いので、まあ、今回はですね大幅にガラリとポジションを変えてみました。はい、でジャイアントのですねこれ新型 TCR アドバンスドプロというのはですねこれセカンドグレードになっているんですね。上に SL というグレードがあるんですけど、まあ、私のですね脚力ぐらいだとねプログレードでも全然問題なく使えるかなと思います。はい、まあ、柔らかすぎることもなく硬すぎることもなく、まあ、ちょうどいい感じになってますね。はい、で今回のですね新型の TCR よりフロントフォークがですねこれ上位モデルの SL グレードとですね同じフロントフォークがプロシリーズにもですねこれ採用されておりまして、これがですねまた軽くていいんですよね。まあコラムカット5で確か 320g だったかな。これ画像はですねちょっとカット前のものなんで少し重くなっているんですけど、はい、で私自身ですね結構ダンシングを多用するのでフロント周りはやはりね軽量な方が負担が少なくていいかなと思っています。はい、でこちらのですねフレームにデュラエスのフルセット、ギア比はですね5440-1134となっております。でこの組み合わせだとですね、まあ、ほとんどアウターだけで走れるレースが多くなっていまして、まあツールド沖縄もですね、まああんまりインナーに落とすことはないのかななんて考えています。まあ後半のですねちょっとアップダウンのところで使うかな程度かなというところですね。はい、でホイールはですね沖縄に2セットちょっと持参しまして、1つはですねこれ画像の
ボントレガーの RSL37 ですね。はい、でもう一つは、カデックスの50ウルトラになります。はい、ちょっとまだねどちらのホイールで参戦するか迷っているんですけど、まあ、今のところはですねボントレガーの RSL37 の方で行こうかななんて考えています。はい、まあ、去年ですね、カデックスで参戦しましたので、まあ、今回気分を変えてボントレガーという感じでございますかね。はい、まあ、あんまりねこれ重量が変わってないのでどっちでも良さそうなんですけど、当日のですね風がなんかちょっと強そうな感じの予報がですね出ていまして、まあ、少し配当を下げてしまった方が走りやすいのかななんて考えています。はい、で、タイヤはですねコンチネンタルのグランプリ5000の 25C で、ボントレガーの方にはですねこれラテックスチューブを使っていまして、クリンチャーでの運用となっています。まあ、今までチューブレスが多かったんですけど、今回ちょっとねクリンチャーで、試してみてみます。はい、でこのですねボントレガーの RSL37 のホイールに関して言えば、まあ、25C のタイヤがですねこれ最適なサイズとなっておりますので、今 25C を使っています。空気圧はですねフロント 4.5 気圧リアが 5.0 となっています。はい、まあ、レース時ね体重が今56キロぐらいです。はい、でハンドル周りにちょっとね注目をしていただきたいんですけど、これジャイアントのですねオリジナルのカーボンハンドルとカーボンステムのセット、一番軽いやつですね。はい、まあ、これね軽くてめっちゃいいですね。はい、で配線もですねこれすっきりしまして、ブレーキのホースもですねこれステムのこう内側にねしっかり綺麗に入っています。素晴らしい感じです。はい、で今回ですねポジション変更でステムをですね 120mm にしています。まあ、前乗りのポジションでですね結構攻めてるポジションとなりました。はい、まあ、ちょうどね下半を握った時に最適になるようなポジション出しを行いました。でボトルケージの方は、まあ、エリートのですね6個引き続き使っています。でジャイアントのですねフレームは前三角のねこの部分がすごい小さいので、ボトルの出し入れがねしやすくて、まあ、それでいて軽量なボトルケージをですねチョイスしています。このエリートの6個の場合ね左右でね抜き差しができやりやすいので非常におすすめです。はい、でこちらのですねエリートの6個、オンラインショップにもありまして、まあ、クーポンコードでですねこれ入力していただくと 10% オフになりますのでご注目ください。激推しでございます。はい、でサドルはですねカデックスの超軽量サドル AMP というねサドルになります。実測で 130g ぐらいだったかな。はい、でドライブトレイン周りはですね、まあレース当日がちょっとね雨っぽい予報が出てるので、まあ、チェーンルブはですねスクワートを2度塗りしていきます。昨年同様といったところですかね。で回転部分なんですけど、BB とビッグプーリーに、セラミックスピードの方を入れていまして、防水性バッチリ、回転くるくる状態でございます。はい、でそんな感じでですねこちらのバイクスペックとなっていますが、バイク重量はですね実測値で 7.04kg ぐらいでございます。はい、まあ、もう少しねこれ軽量にできるパーツもあったりなんかするんですけど、毎年ですねこれ7kg ジャストぐらいで参戦しているので今回もこんな感じでいきます。UCI 規定でですねこれ 6.8 以下だと NG なんで、しっかりね6.8 以上にしていきます。はい、で今年のですね10月中の練習はあんまりね外で乗る時間も少なくて、まあ、8割ぐらいインドア練習となっていましたが、子供もですねこれ10月中全くね風邪ひくこともなく、練習時間もしっかりとね確保することができました。なのでまあちょっとね家族に感謝して、来週はですね家族みんなで沖縄旅行を楽しんでいこうかなと思います。はい、まあ、無事にですねこれゴールできてオリオンビール飲めれば、まあ、みんな優勝でございます。はい、
ツールドキナー参戦される方ね、みんな一緒に頑張りましょう。はい。ということで、今日はですね、ツールド沖縄前バイクのチェックということでございました。11月のですね、7日までセールやっておりますので、皆さん、オンラインショップのリンク、この、動画の詳細欄にありますので、いろんなパーツチェックしてみてください。ではでは、またアップします。